こんにちは、つれづれママです。このチャンネルでは、一冊の本を自分勝手に解釈して、皆さんにお伝えするチャンネルです。あくまでも、自分勝手な解釈ですので、正しくお知りになりたい方は、ぜひ、実際に読んでみてくださいね。さて、前回からご紹介しています。船瀬俊介さんの世界を騙した5人の学者。今日はその2回目です。 一回目のマルクスもかなりエグかったようですね。歴史の教科書にも載っているような人物が実は破壊主義者だったなんて。それに負けないぐらい今回もエグいです。フロイトと聞けばほとんどの方が何らかご存知なのではないでしょうか。フロイトは我々の知性は生殖期と肛門にのみ見出される。 と主張した精神医学者です。イリプスコンプレックスという言葉をご存知でしょうか。男子が母親に性愛感情を抱き、父親に嫉妬する無意識の葛藤感情のことを指します。特にフロイトは、多くの人が近親相関的な欲望を持っていると主張。幼児にも性欲があるという仮説を前提にしていますが、 これらの統計学的な裏付けがないままの,の理論によって、現在は批判的に取り扱われています。カール・ユングという精神医学者がいます。彼も世界的に有名な学者ですが、彼ははじめフロイト理論に感化され、フロイトの弟子となります。しかし二人は理論上を対立し、決別することとなります。 ユング心理学の最大の功績は集合無意識の発見です。これは東洋哲学の根本概念である木、プラーナに通じるもので、量子力学の分野でも証明されています。つまり、意識とは波動エネルギーであり、その正体は量子であるというものです。量子とは波動エネルギーであると同時に情報を伝播します。 ですから、個人の意識とともに、集団にも意識は存在するということになります。ユングは、フロイトが提唱し、実践した精神分析の危険性を訴えています。フロイトの精神分析は、患者の深層心理を解読し、さらに暗示によって改変しようとする試みでした。しかし、これは、民族の 文化や宗教、歴史などにより異なる集団無意識を無視して患者の深層心理を改変しようとするものであって精神科医の暗示により患者固有の集団無意識は混乱しダメージを受けることになってしまいます実際精神分析療法を受けた何千人もの患者たちに重症の精神障害が続発し 自殺者まで出ることとなりました。つまり、フロイトの精神分析療法は、患者を治すのではなく、増やすこととなったわけです。この血管だらけの精神療法で、精神病患者を大量生産したということになります。これに目をつけたのが、医療王ロックフェラーです。彼は、抗がん剤や抗精神薬と同様、 患者を治すのではなく、逆に増やすことにより、利益につながるこの医学を放っておくわけはありませんでした。こうしてフロイトは世界でも有名な精神医学者と名打って、血管だらけの精神分析療法で多くの被害者を続出させたのです。つまりフロイトに名声を授けたのは闇の支配者だったというわけです。 ここで、フロイトの個人的な性格を見てみましょう。いろいろな弟子や患者が残した手記から推察すると、フロイトは短期であり、補修的でがめつく、批判に敏感、金の話には熱心だったということです。これだけ聞いていても、彼が精神医学者として患者に接するに値する人物か、首をかしげたくなりますね。 さらに、フロイトに嫌われた患者は、高額の治療費を取られ、副作用だけが残ることに。時には、自殺に至る場合も少なくなかったと言います。逆に、フロイトに気に入られた患者には、講師混同し、患者から得た情報の守秘義務を果たさず、治療場面以外においても、何らかの接触や指摘関係を求めてきたということです。 これって今で言うセクハラなのではないでしょうか。気持ち悪いです。なぜ彼はこのようにやりたい放題ができたのでしょう。それは医学界において新時代の英雄であり神だとされていたからです。上流階級の人たちの中には彼に治療されているというだけで羨ましがられる存在。そこにある種のステータスがあったわけです。 ですから、少々の疑問を抱いたとしても、反発したり、拒否したりするという感情は持たなかったのも仕方ないでしょう。彼の精神分析理論は初期からいい加減なものでした。それに気づいたフロイトは、自ら修正を加え続けていたようです。しかし、理論上で修正を加えてみても、それを実践することはなかったようです。 相変わらずフロイトは同じことを繰り返しました。これはフロイトの怠慢以外の何者でもありません。そしてやはり多くの患者が分析を受けたために苦悩し混乱し自殺者も多発しました。結論から言えば精神分析とはカウンセリングの一形態につきません。カウンセリングの基本は 患者に寄り添うこと、共感することです。ですから医者は患者に愛情を持って接します。しかしフロイトは権威で接しました。そして途中で勝手に患者を解釈したり、批判したりするのです。カウンセリングの途中で急に、あなたは父親を殺したいと思っていますね。とか、母親に性的な感情を持っていますね。などと言われたら、 患者は混乱するでしょう実際患者の自我は混乱し反発しますこれが精神分析の副作用ですこれはまさに悪魔のささやきではありませんか人間への抑圧は性的なものにとどまらず政治的倫理的宗教的なものなどさまざまな規範の抑圧があって 私たち人間はその抑圧のもとに生きています。当然、それらに対する反発、不満、疑問は誰でも感じるでしょう。精神障害の病状も原因も人により様々です。それを性的抑圧にのみ帰着させるのは誤りでしかないでしょう。1977年、 アメリカ政府が公表したマクガバン報告では、先進国の食事である肉、卵、牛乳、乳製品などの欧米食が生活習慣病や精神病を引き起こしていると明記されています。ヒステリーを例にとっても、その最大の現況は血液の酸性化だとされています。その原因が動物食、白砂糖、 過食だというのです。しかし、この事実は闇の支配者にとっては言ってはいけないタブーです。その手先であるフロイトが精神障害と食事の関係に一切触れなかったのも当然のことかもしれませんね。いかがでしたかフロイトについての話はここまでにします。個人的にもかなり歪んだ性格であったようで、 こういう人に多くの患者が治療されていたと考えると、驚きを通り越して腹立たしさを覚えます。闇の支配者にうまく売り出され、名声を得ることで多くの人が信じてしまう。これは今の社会にもありがちなことです。私たち一人一人が本当に大切なことは何なのか、真実だとされている裏に騙しが入っていないかなど、 よく考えることが大切ではないでしょうか。二人目にして心がかなりざわざわしています。三人目はいよいよ大御所登場でしょうか。世界的な物理学者アインシュタインについて言及していきたいと思います。どうぞお楽しみに。今日はこの辺で最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。